ですね、私の相棒が完全に行きました。ヘッドホンってね、もう仕事道具でもあるわけ。あれないと結構困る。前日航空券を取ったから、そのヨーロッパ行く。死ぬほど金がないんだけど、買わなきゃいけないから、今からヨドバシで買います。今までずっと黒だったんだけど、色めっちゃ迷うな。茶色はない。めっちゃこれいいなと思ってる。トーンもかっこいい。黒は今まで通り。さあ、ベン吉が選んだのは、いいね。箱のデザイン変わったんだね。今までの箱とね、全然違う。ピリ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 、パラリンチョ。パッケージの時点で気づいてる方もいると思いますが、今まで2つビーツのヘッドホン使ってきてね、どっちとも黒だったんですよ。お疲れー。それを今回は初めて違う色を買ってみましたよと。ケースも変わってる。今までのケースこれなんですよ。いや、いい、こっちの方が好き。パラリンチョ、あーあーあー。で、取り出しにくいな、おい。畳み方は今までと変わってないな。おー、やっぱ。新品の匂い。おー、まあ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 、色が違うだけでね、今までとまあ差はないですが、この上にビーツっていう文字なくなったんだね。この中にさ、見て、新しく充電コードとかが入れられるようになってる。これめっちゃいいわ、素晴らしい。そして今回から充電ケーブルがマイクロ USB ではなくタイプ C になりましたと。こんな硬かったっけってぐらい新品硬いね。ほい、買ったか。ちょ、いいね。音質に大きな差はあんまり感じねえな。普通に今まで通りとんでもなく良い音。今回は初めて白というか灰色というかクリーム色というか新しい色買ってみてよって話でした。ほぼ毎日ね、動画編集の仕事でも使うんで買わざるを得なかった。これからはこいつを大事にしていきます。ほな、また明日。